こんにちは。おはようございます。あら、やっほこんにちは。リップをひたすらに塗っていく。どう？黒いね、やっぱり。白いね。メイクしてるときにフィルターはね、いらないでした。やばい、メイクしてる私。やだやだ、メイクしてるじゃないの。しょうちゃん、タコ10個ありがとうございます。こんにちは。おはようございます。こんにちは。こんにちは。なんか難しいのよね、前髪。前髪を切りました。今日は撮影なんですけど、髪の毛やってもらえるのにアイロンをしました。時間短縮でもね、そうタイミング的に、そうメイクにすぐ入れなかったら終わりますね。暇な時間を過ごすことになってしまう賭けですね、これは。みんな朝ごはんは何食べたんですか？すぐご飯の話しちゃう。こんにちは。こんにちは。明太子いいね。私は炙り明太子食べたとのおにぎり食べました。最近それにハマってて、朝はよくそれを食べますね。おにぎり、炙り明太子のおにぎり。
前髪綺麗じゃない？かゆい。ちょっと整えたい。綺麗じゃない。こんにちは。こっちのまつげの方が目立たないんだね比較してみる。皆さんは今何をしていましたか？機内 Wi-Fi？ 飛行機？ああ、星集め。全然全然。来てくれてありがとう。寝てました。おはようございます。ここ長いんだった。そういえば私ここ長いんだった。ああ、ここも切らないといけないですねああ、ここも切らない。長いですね。ちょっとこんぐらいがいいですね。だいぶ長いでした。すごい、こんな長くなってる。髪の毛は伸びる。早いですね、髪の毛は伸びるのは。ナオトさん、クマタワーありがとうございます。やばい、メイクしてるからさ漏れてる。イドネスでお布団から脱出。セナもできたよ、お布団から脱出。えらい。で、メイクして本当はこの配信終わってから前髪切ろうと思ってたんだけど、もう前髪切っちゃった。そう、いい感じ。明日の公演の姿の髪型まだ決めてないですね。光を。ありがとうございます。ピアスだよこれは。このリップどうなんだろうな。ピンクメイクです。涙袋はピンクでしょ。わかる。わかる。涙袋がピンクなの。
最終完了ありがとうございます。もっと顎がさ長かったらいいのに。これで髪型ストレートで選択はないの？ありますよ。やったことあるからさ全然ありなんだけどね。でもストレートした時も私漏れないんですよね。なんかここら辺に何か欲しいの私は。ここら辺に、ここにいるのはダメなんですけど、ここら辺にここら辺もうここの上ここからここまでの間に何かいてほしいの。そうすると漏れるんですよね。でも最近ツインテールにハマっちゃって困ったもんだ。ハーフツインもだし普通のツインも両方ハマってしまったの。高めのツイン、まあでも髪型はほぼ気分で決まるので、ちょっと今のところは何の髪型とかはないですね。明日は何の髪型になるでしょうか。お楽しみに。楽しみに。前髪分けるのどっちが好き？みんな。前髪を分けるのと分けない。みんなの好みはどっちですか？脇はどっちもそのままどっこれそのままってこれツイン系ならどっちも。それ聞いてない聞いてない。あの前髪の話してる今髪型の話聞いてない聞いてない。前髪を分けるのとっていう話をして、なんかね初期はね分けてたんですよ。初期の頃はこうやって分けてたの。なんか眉毛、ま、今日あれだまだ眉毛完成してないわ向こう行ってから完成する。そう前髪声ちっちゃいか私。そうだよね声張ってないもん。そうあの研究生の頃はもうずっとこういうの前髪だった。今はこっちだけどね。みんなどっちが好きなのかなと思って。好みだよねこれはもう完全に好みですね。どっちが好きかっていう。どっちもって感じ。どっちもいいって。どっちでもいい。さっき感動するレベルで嬉しいことあった。今日はいい日だ。いえよかったな。よかったね。うん。なんだろう。
感動物語。以前はそうね、分けてましたね。そう、でもなんかね、眉毛がね、そう、眉毛好きじゃないから、自分のどう整えても、あの垂れるんですよ、眉毛が下がっちゃうって。そう、だから前髪があった方がもうなんかちょっといい感じになるから、前髪ありがとうって感じ。こんにちは。まあでも、なんていうの、上がり眉毛か下がり眉毛かって言ったら、下がってる方が、まあどちらかといえば好みだから、まあいいんですけど、上がらなければ。でも私は平行がいいんです。平行が今でも平行なんだよね、こう見ると。割ともう前髪があるからって、もうなんか眉毛はね、そんなに気にしてない。そう、眉毛の長さとかもこれがいるから、もう別にどこでもいいかみたいな。から気にしない。おでこ出すと印象変わるの。おでこ出してないよけど、あんまり。確かにね、おでこ、まあいつか出す日は来るんじゃない。今のところはないけど。髪の毛のサラサラストレート具合分けてくださいって。なんかね、そのママがね、買ってたトリートメントがあって、もうそれをつけるともうマジでサラサラになるの。昨日はつけてないんだけど、そう、つけた次の日がめっちゃサラサラで、でつけた次の次の日はもう普通になっちゃうの。すごいいいトリートメントなのかなってママが買ってたから私には分かりません。昨日アプリ入れて、今初めてカウントしてみました。ありがとうございます。嬉しい。おでこ出してギャルタンみたい。でもなんかギャルメイクとかしたらおでこ躊躇しないで出せそうですよね。なんか今のこの雰囲気のままだと出せないです。お、明日僕タイム待ってますね。わかんない、なんてやつだろう。見たことない、初めて見たやつです。ママの女子力の高さ。確かに料理もできて。いいトリートメント分かってて。確かにママの好感度爆上げ。こんにちは。お、カウントは50までですよ。50までだよ。
なんかカエルってさ、ここブクブクしてない？カエル？そうなんですよ、50カウントっていうので50までです。豆知識、豆知識ではないかな。豆ではない。ママが配信したら一生ないから大丈夫。ママ2シュート50巻とかに、ありがとうございます。あと10分か、あっという間だ。やっぱメイクするとテンション上がるね。いい感じだよ。いい感じだよ。里政さん、タコ10個ありがとうございます。明日メイクどうしようって思ってるんだよね。だって公園だからさ、公園だからメイクしない方がいいよね、やっぱり。そうだよね、リハ終わった後にメイクした方がいいよね。そうだよね、明日メイクしてきないや。寝坊して今起きてたので朝できませんでした、ごめんなさい。謝らないでください。来てくれてありがとうございます。うん、公園もスピンで無理。無理、テンション下がって踊れない。無理無理。ギャローさん、タコ10個ありがとうございます。メイクさんと相談、何の相談ですか？何の相談ですか？やっぱすごい花粉が、すいません、鼻がツルツルして。3週カウントありがとうございます。3週ありがとう。手に塩しろって書くのやめたら再生いけたから、明日書くぜ。マジック、マジックを持っていくんかい。やっほー、こんにちは、こんばんは。明日はひまわりだよ。明日はっていうか、もう高確率ですね、ひまわり。高確率ってひまわりですね。8月最後にディフェンスやったの8月だよ。一生懸命踊ってるセナちゃんに風に見せて笑わせたい。何を見せてくれるんだろう、楽しみにしとこう。楽しみにしとこう。
あ、そうですね、ひまわりの時は黄色にしてくれたら嬉しいです。ペンライト、私の推しペンライトカラーが白なんですけど、白2本なんだけど、その時は黄色にしてくれたら嬉しいですね。黄色の、いればいろいろあるさ、嫌なことも辛いこともそういう時に僕ね、最善でね、一回は見たいよね。話し会の振り返りで伝えたかったことを手紙に書いてよかったら読んでくれてるし、読みます、ありがとう。38分、じゃあランキング読んで終わりにしようかな。次は11時15分からです。カウント枠なのでカウントしに来てください。13位、うちゃん。12位、まるさん。11位、てんてんさん。10位、でがらしさん。9位、うちゃん。8位、マシューさん。7位、あかなのソルティさん。6位、エリオルさん。5位、さとまささん。4位、ひろきくんさん。3位、ギョロさん。2位、しょうちゃん。1位、なおとさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ではカウント枠もぜひ来てくれたら嬉しいです。またまた後で、後ほど来てください。